どうも皆さんこんにちは、キヨケです。今回は皆さん来ましたよ。バルーン48体プラス7体、55体、いきたいと思います。そして呪文は、あ、ここから見りゃいいんだ。ヘイスト11ということでですね、現在アップデートじゃなくてメンテナンスがですねちょうど終わるんですよ。残り1分3秒ということで、残り1分だったら検索できます。今押しても何もこう出ません。ということで、今回はね、メンテナンス明けということで、村も美味しい村が多いんですよ。資源をね、がっぽり貯めてる村が多いので、そちらを狙いつつ、ガチで55体で挑みたいと思います。よっしゃ、もうすぐね、解禁されますよ。もう来た瞬間に、1、5い。発射じゃねえよ。そこまで美味しくない。そこまで美味しくないぞ。てかこれ援軍処理どうすんだこれ。おじゃねえよ。来た。これだ。私が定めてじゃないわ。求めていたのはこれだ。よし、行くぞ。これは男のバルーンをね、見せてありますよ。まず、行きます。あ、やばい。どっから行こうかなと。援軍出てきたら終わるっていうね。援軍出てくんな。援軍だけはダメだよ。ああ、ほんとに。よし。行けバルーン。これぞ、男のバルーン。もう、集中砲火で行くぞ。いけ、よし、いいぞ、これ強い。え、でよし、援軍出てこない。ちょ、待って、エアスイーパー邪魔。エアスイーパーほんとやめて。エアスイーパー、あ、アチャクいいんじゃん。いけ、いいぞ、これは強い。いや、これ強くない？ちゃんとアチャクイン処理してれば、足らればあ、これ強い強い。どうしようかな。あ、サイドカットできてないじゃん。サイドカットできてないじゃん。ちょっと。いや。あ、なるほどね。なるほど。ババキンでサイドカットしろということでございますね。ババキンでサイドカット。ここら辺からババキン。ババキンでサイドカットしつつ、アーチャークイーンでこのターンホール取るっていう作戦ですよね。さすがっす、私。で、アチャクイをここの金庫をね、ちょっとターゲット取らせるぐらいの感じで出していきたいですね。まずは最初は壁をターゲット取ってほしいですね。アチャクイいるのか。まあ、アチャクイは無理かな。まだ待った方がいいな。この兵舎が倒れて、そろそろいいだろう。